アダッツは1979年からスイスのエリコン社とアメリカ合衆国のマーティン・マリエッタ社が共同開発した対空、対戦車、ミサイルシステムであり、対空戦闘のみならず、対戦車戦闘も可能にした統合ミサイルシステムである。アメリカ軍において M48 チャパラル近距離防空システムの後継として開発された前線防空ミサイルシステムで、本来、 M48 の後継となるはずであったスミム -115US ローランド対空ミサイルシステムが1974年に採用されたものの本格配備はされず一部での運用に止まったためその大え用として開発されたものである1979年によりエリコン社とマーティン・マリエッタ社の共同で開発が始められ1981年アメリカニューメキシコ州のホワイトサンズ ミサイル実験場で試射に成功。1984年には開発が終了した。M48 及び一部の周辺部隊にのみ実戦配備されたスミム -115 に代わり、アメリカ軍の主力前線、近距離防空ミサイルシステムとして大規模に配備される予定であったが、米軍は採用したものの導入を見送り、本格的に導入したのはカナダ軍のみであった。 カナダ軍からも2012年をもってすべてが退役し、2017年現在は現役で運用されている国はない。砲塔は中央部に前方赤外線監視装置、高解像度 t v カメラ、レーザー測遠機、ミサイル誘導用炭酸ガスレーザー照射機などが装備され、その左右に4連装発射機各1機、後部には捜索範囲 25km 以上で20個までの 目標を同時追跡する、気動式捜索レーダーが装備された、全周旋回式である。ミサイル発射機の不要角はマイナス9度プラス85度である。式、捜索レーダー担当と、光学装置、ミサイルの発射と誘導担当の2つの捜査宅があり、車体内または固定式シェルター内に収容される。車両搭載型の場合、社長は捜索レーダーを担当して、 目標捜索と攻撃の優先順位を決定する。砲手は前方赤外線監視装置、高解像度 t v カメラ、レーザー測遠機の操作、ミサイルの発射と誘導を担当する。1986年、カナダ陸軍は、ラットシステムとして、車両搭載型ダッツ36機と800発のミサイルの購入を決定。生産を担当するエリコニアロスペース社が、 カナダ国内に設立され、M113 装甲兵員輸送車にミサイルシステムを搭載した車両が1988年から引き渡しが開始され、36両が1994年までに引き渡された。カナダ軍の装備するアダッツは後継となる死体空ミサイルシステムが検討されたが、いずれも実現せず、2012年にはすべて退役した。また、 2005年9月には他人無効化車両として、ラブ3総輪装甲車に、ミサイルの滝銃と、死体空ロケット弾を装備する砲塔を搭載した、車両の開発を開始し、33両が発注されたが、2006年11月に、中止された。1987年、アメリカ陸軍が、ホズ計画のロースカイ,エイチにおいて、M にブラッドレイ不評戦闘車搭載系を、 スミム -146 アダッツとして採用され、367機が導入される予定であったが、価格があまりにも高価なことや、悪天効果での性能に問題があるとされ、量産、配備はされなかった。ミサイルシステムの他に、M2 ブラッドレーと同様の M242-25mm チェーンガンを搭載したミサイル、機関砲両用型も開発され、試作されたが、 不採用に終わっている。ホズ計画そのものが1990年代初頭には撤回されたため、いずれの車両も試作段階に終わった。地上設置系を一気導入。1990年代後半、ギリシャの進める地対空ミサイル近代化計画に対し、カナダより自国の装備するアダッツシステムの余剰分を提供することが提案された。 この提案は検討されたが実現せず、最終的にはギリシャはロシアより 9K330、トールを25機導入した。ミサイル弾頭部のカットアウェイモデル換算で 900mm 厚を貫徹することが可能、艦隊併用戦争対応国陸軍の装備として登場。カンボジアへの進行作戦に投入され、カンボジアに PKO で派遣されていた自衛隊と交戦する。 ウォーシンガーアメリカ、イギリス軍ツリーに登場。略称としては、エダッツもしくはアダッツと発音される。ありがとうございます。